吉田さん、稼いで何が悪いってね、村上ファンドの村上さんが言われてましたよね。稼いで何が悪いって言って批判を浴びるのめっちゃ珍しいというか、まあ日本古来だなと思うんですけども、みんなね稼ぎたいと思ってるし、豊かになりたいと思うし、なんかね、なんでしょうね、そう思ってるのに実際になった人を見たら腹が立つみたいなね。で、最近ね、竹中平蔵のヘイチャンネルっていうのが始まったんで、ちょっと見てるんですけども、よくね、規制緩和をして派遣切りを促進したから悪いやつだって言ってね、その竹中さんが叩かれていたりとか、パソナっていう会社、まあ小野沢さんもいたのかもしれませんけどパソナっていう会社をね、儲けさせるために政治に組みしてるとか、いろんな決まりを作ってるみたいなことを言われて叩かれているんですけども、それはちょっと置いといて、その派遣会社っていうのが規制緩和であらゆる業種にもうやっていいですよと、派遣業務っていうのはどこでもいいですよってなった時に、じゃあその規制緩和に乗っかってそのあらゆる業種に派遣ってものを持ち込んだのは誰なんだろうと思ったら、これはまあ国民の中の誰かですよね。なんか強制させられたわけでもなくて、規制緩和のその緩和されたエリアに入っていったってことですよね。で、派遣切りに遭っちゃった人も気の毒ではあるんですよ、派遣会社ね。で、急に雇用契約打ち切られて出ていけみたいになっちゃったの。でもそれも派遣社員を雇う側からしたら全て決まりに沿ってやってることなんで、なんかその叩かれる覚えはないって言えば覚えはないんですよね。これ一体何が悪かったんですかね。まあ私はね、残念ながら派遣会社に派遣社員として面接に行って10年間1回も採用されたことがないんですよね、10年間。だから派遣社員いいなと思ってたんですけども、実際派遣社員になった人って結構ね、なんか派遣社員なんてやるもんじゃなかったとか言って、私と同じ年代になってるんですよ。私は派遣社員が10年間ずっとできなかった、やりたくてやりたくてしょうがなかったけども、派遣社員として登録される人を羨ましいなと思って見てたんですよ。私はずっと不合格だったんですよね。で、しょうがないから自分で会社作って自分でそこに入社して、はい今日から社員ですみたいなね、ギャグみたいな形取ったんですけども、結果生き残ってると。これ何なんですかね。だから制度のせいなのか、規制緩和をした人のせいなのか、それを利用した国民のせいなのか、そこに飛び込んでいった人のせいなのかなとかね、なんか妙なもんがありますね。一部の方を除いてっていう前提で話させてもらいますけども、やっぱりなんていうのかな、結果っていうのはその原因を作ったのはおそらく自分自身であることが多いのかなって思うんですよ。その仕事を選んだのは何とかね、その人を選んだのは誰とかね、何を信じたのかはあなたが決めたんですかとか、で動画をクリックして腹が立っちゃったみたいなね、でもクリックしたのは誰みたいなところがあったりとか、確かに動画なんて再生して最後まで見ないとわからないと思うんですよね。でももしかしたら自分に気に入らない情報かもしれないっていうのを、そういうの込みで再生すると私は思うんですよ。再生したものが全て自分の好みだとかね、いうことではないと思いますし、例えば合コンに行ってね、向こうに来る女の子絶対当たりばっかりみたいなことはないと思うんですよ。合コンに行くっていうアクションを起こした時に、その瞬間自分のタイプの女の子が一人もいないかもしれないし、もしかしたら向こうからね、ものすごく軽く扱われるかもしれないと、そういうのも込みで合コン行きたいですっていうふうに手を挙げるもんかなと思うんですけどね。何なんですかねまあ今日もね、私は YouTube 撮るだけですけども、誰に選ばれるのか誰に嫌われるのか分かりませんけども、等身大の自分でこれからも行こうかなと思います。いってらっしゃい。